ゲータです。高校球児です。お願いします。今日はですね、はい、実技内野で俺が必ず子供たちにこれをやれって、まあ、プロで守備コーチやった時もやらせて遊ばしたものだ、はい、これをやっとくといいよみたいな。なぜやるかというと、ボールで遊ばない人がいるんだよ。少年野球とか見たり教えに行ったりとかするでしょ、はい、監督さんって真面目なんだよね。で遊ばしてないわけ、はい、じゃあ今日は君たちに遊んでもらいますか、ね、いつも遊んでますか、ね、俺はいつも真剣だけど頑張りましょう、はい、声張らなきゃダメだ、はい、頑張りましょう。まずは普通に取って、はい、はいはい、今度はワンバウンドのショートバウンド、はい、構えます。そうそうそう、はい、おい、すいません、もう一回、今度ツーバウンドのショートバウンド、あ、はい、そうそうそう、ヘイス、今度は逆シングルのショートバウンド、はい、今度はツーバウンドの逆シングル、はい、おいい、だからへその前でショートバウンド取る、出さない出さない、よし、ああ、そうそうそう、ああ、そうそう、今度また下のショートバウンド、おお、あー、ここ難しいっす、え、怖っ、はい、今度ハイレンジャー、おい、なんだお前、はい、集合、まず、はい、ショートバウンド、はい、ショートバウンドを取るっていうのは意外に簡単だったです、はい、ボールによってはちょっと難しいけど、はい、ツーバウンドのショートバウンドってボールを絶対合わせて、はい、ボールのワンバウンドしてるものをこう捉えなきゃいけない、はい、小さなステップ使うでしょ、そうです、逆シングルっていうのもそう、同じ、逆シングルの一番いいところっていうのは手が前に出ても良くないし、はい、後ろに行ってもあんまり良くない、はい、へその前が正面だよね、はいはい、横に行ってもへその前が正面なんだよ。股下っていうのはさ、子供たちが教えるときにちょっと股開いて、開かないやつがいる、はい、あー、なるほど、だから開かないと落ちないし、はい、だからそれをやってる。背面キャッチっていうのはボールの落下点、それを知る。背面キャッチで取れるものをさ 100% 取れ出したらさ、ここで取るなんて簡単なことじゃない、はい、だからまあそれを子供たちに遊びながら教えるという、そうです。いや、もう勉強になりました。よし、やっと身に落ちた気がしました。ネタ荒らすのはマシンの、まあまあそういうことで、小さなお子様から大人までボールに合わせるのが苦手とか、じゃあどうやったら取れる、股が開かない人どうやったら股が開く、はい、そういうことを遊びながら習得していく、はい、伊藤さん、はい、あのちょっと最後に言いますけど、ちょっと僕らあの新ネタ考えてきたんで、このいい話から新ネタ、いやもういいネタに、このいい流れからのいい流れで、はい、よかったら見てもらえないですか、見ます、あ、ありがとうございます。高校球児的強豪校あるあるショートコント一つ、強豪校の重心が低い選手はやたら打ちそう、バー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 バ